コレジオ・ミリタール交渉コレジオ、ミリタールはポルトガルのリスボンにある軍事学校。1803年、ナポレオンによるポルトガル侵攻の際、アントニオ・テイ・シェーラ・ラベロ将軍によって創立された。当初の設立目的は、フランス軍と戦うため国外に配置された将校の子息の保護と教育だった。フランスとの戦争後も、現在までそれは続いている。この学校はポルトガル。 そして、ヨーロッパの古い学校の一つであり、ポルトガルの権威ある軍事機関の一つでもある。これまでにコレジオミリタールは、数多の体制転換、革命、そして戦争を通じて、数千の若者に軍事教育を与えてきた。彼らは10歳で、ここへ入学し、大学歌手間学校へ進む。ここでは、独特の教育方法が行われる。年長の生徒は、 格付けされて、年下の生徒を管理することを課せられる。それが、しばしば一生を通じて続くほどの厳しい絆を保つ、生徒の舞台に、多くの古く豊かな伝統を刻みつけるのである。教育は、軍や民間出身の様々な教官によって、行われる。カリキュラムには、フェンシングや乗馬、体操競技、射撃などを含む高度な運動要素がある。卒業生の多くは、 19世紀中頃以来のポルトガル社会の発展に影響を及ぼしてきた。例えば、共和世紀の5人の大統領や、卓越した軍人であるモライス・サルメント、オスカル・モンテイロ・トレス、作家のマヌエル・ピニエロ・シャガス、ジュリオ・ダンタス、探検家、セルパ・ピント、エンリケ・カルバーリョ、芸術家、音楽家、俳優では、トマス・アルカイデ、ラウル・デ・カルバーリョ、アルトゥール・セメド、ラウル・フェーラン、 ルイス・エスパルテーロ、政治家には、アントニオ・セルジオ、ウンベルト・デルガド、キトモライスなどが挙げられる。現在までに実に約1万5000人の生徒が、コレジオ・ミリタールを卒業している。この学校の記念日は、リスボンのリベルダーで踊りを3月3日に下る、パレードで有名である。コレジオ・ミリタールの大きな成功にあやかろうと、ブラジルでは、ポルトガルの協力のもと、リオデジャネーロ、 クリティバ、サルバドル、マナウス、ブラジリアなどで12の軍事学校が作られた。ありがとうございます。